回は豚バラカレーチャーハンの作り方を紹介します。カリカリに炒めた豚バラの食感と溢れ出た油と肉の旨味がご飯と合わさり、スパイシーな香りが食欲を増進、さらに夏野菜が入ることで油っこさを抑えて爽やかな味わいにしてくれます。それでは作っていきましょう。まずは豚バラブロックを細かくカットしていきます。端から薄くスライスしていきます。脂身がひっつきやすいので包丁を倒してスライスします。3分の1くらいをスライスしたら並べて細切りにしていきます。細切りにできたら横にして5ミリ角に刻みます。大変でしたらひき肉でもいいのですが、旨味や食感が全然違ってきます。もう少し油を抑えたければ肩ロースを使ってもいいでしょう。肉に塩コショウで下味をつけます。少し強めに下味をつけた方が美味しくなります。野菜は1センチの角切りにしておきます。今回は玉ねぎ、インゲン、人参、ナス、トマトにしましたが、お好みの野菜で大丈夫です。カレー粉を油で炒めておきます。油大さじ1にカレー粉大さじ1を合わせてから火にかけます。カレー粉は焦げると苦味が出るので弱火で炒めます。炒めるというよりは油で粉を溶くようなイメージです。こうして先に油と合わせておくことで、チャーハンにカレー粉を入れた時に粉っぽくなるなどの失敗が防げます。さらに油としっかりなじませることで風味が良くなります。ここにケチャップ大さじ1とオイスターソース大さじ1を入れ、合わせておき味付けを簡単にしておきます。しっかりと混ぜ合わせておきます。材料は豚バラ肉 100g、 ナス 10g、 インゲン 10g、 人参 5g、 玉ねぎ 5g、 トマト 10g、 生姜小さじ1に、ご飯が 300g を用意しました。あとでトッピングとして卵とネギを用意しておきます。温めた中華鍋にバラ肉を入れ炒めていきます。バラ肉からたくさんの油が出るので、油は入れずに炒めます。強火でバラ肉を鍋に焼き付けるようにして炒めていきます。
弱火にしたり鍋をしたりすると鍋の温度が下がり肉から水分が出てきてしまうので強火で行います。火から油が溢れ出てくるのでこの油を使い揚げ焼きにしていきます。肉がカリカリになるように溢れた油で揚げていきます。カリカリの肉と透き通った油に分かれたのを確認します。カリカリの肉と半量の油をご飯にかけて和えていきます。半分の油は野菜を炒めるときに使うので鍋に残しておきます。の一粒一粒に油をコーティングするように混ぜ合わせます。ご飯は冷えたご飯を使うと油も冷えて固まってしまいなじませるのが難しいので保温されたご飯を使います。なので冷たいご飯を使うならレンジで温めてから使うのがいいです。先ほどの残った油を使い生姜を炒めます。油に生姜の香りを移すように炒めトマト以外の野菜を入れ炒めます。野菜全体に油が絡まり少し透き通ってきたようになったらトマトを入れ炒めます。肉と合わせたご飯も入れます。カレーのタレも入れます。ここから火力を上げて混ぜ合わせるように炒めます。ご飯と油がすでに馴染んでいるので簡単に炒め合わせることができます。すべてが全体に混ぜ合わせるように鍋を振りながらまとめていきます。醤油小さじ1を鍋肌から香りが出るようにして風味をプラスします。すぐに鍋を振り全体の醤油の香りを行き渡らせます。お玉にチャーハンを入れ皿に盛り付けます。トッピングとして目玉焼きをのせます。彩りにネギを散らして完成です。
卵をのせることで味がマイルドになり美味しくなります。今回は豚バラカレーチャーハンの作り方を紹介しました。カリカリに炒めた豚肉と油をご飯にコーティングすることで家庭のガスコンロでも上手に仕上がりますよ。このチャンネルでは簡単なまかない料理や本格的な中華料理の作り方を紹介しています。よかったら高評価とチャンネル登録をお願いします。リクエストなどがありましたらコメント欄にお願いします。最後まで見ていただきありがとうございます。それではまた次回よろしくお願いします。